どうも、群馬県住みます芸人のガッツ岩瀬です。今回は秋のご当地スイーツ戦争ということで、群馬県からもおすすめのスイーツを紹介していきたいと思います。群馬県から紹介していくのはこちらです。群馬県安中市にある扇堂の丸ごとかぼちゃプリンです。こちらのかぼちゃプリンはその名の通り、かぼちゃを丸ごとプリンにしているんですけど、これ蓋、中こんな感じになってるんですよ。もうぎっしりかぼちゃプリンが詰まってるんですね。じゃあこんだけぎっしり入ってるかぼちゃプリンなんですけど、どれぐらいぎっしり入ってるかっていうのをちょっと切って断面図をお見せしたいなと思います。こんな感じ、わかります？ここの部分がかぼちゃプリンで、ここの外郭がもうリアルかぼちゃなんですけど、実はこのリアルかぼちゃの部分もちゃんと食べることができるんですよ。はい、じゃあそんなわけでこちらのかぼちゃプリン実際に食べてみたいと思います。じゃあこの上澄みのこちらの部分がすごい柔らかいし濃厚だしっていうのがもうスプーンからも伝わってきますよ。いただきます。おいしい。甘くて滑らかで、すっごいちゃんとかぼちゃの風味がして、おいしい。これは本当におすすめですよ。インパクトもあるので贈り物とかにもいいと思うんですよね。プレゼント系、その誰かに何か手土産として持っていくっていう時にもこちらはすごくいいんじゃないかなと思います。はい、こちらのかぼちゃプリン、今、美味しい。外側の皮までちゃんと美味しいです。で、今僕が食べてるのが750円で買ったかぼちゃプリンのサイズ感で、結構多分一人で食べるのは大きめだと思うんですよ。そういう人のために一人用のこちらの400円サイズ、こうかぼちゃのサイズによって値段が違うんですね。で、ちっちゃい方だとこの400円のサイズのかぼちゃプリンもありますんで、自分の食べる分量に合わせたサイズで購入することができます。はい、今回紹介しましたこちらの丸ごとかぼちゃプリンなんですけども、こちらに使われているかぼちゃは地元群馬県産のかぼちゃを使用しているということで、完全に外も中もご当地スイーツとなっております。もしも皆さん群馬県に来られた際には安中市にある扇堂に立ち寄って、ぜひこの丸ごとかぼちゃプリン食べてみてください。というわけで、群馬県住みます芸人のガッツ岩瀬でした。